コンスタンチン・ステパノビッチ・メイリニコフ1974年11月28日は、ロシアの建築家。20世紀初頭におけるロシア構成主義建築、アバンギャルドの巨人の一人。1890年メイリニコフは、モスクワの近くの郊外のスラム、ヘイ・ロッチで労働者階級の家庭に生まれた。1903年、実業家のイ・チャプリンにその才能を見染められ、 以降彼の援助を受けた。1905年から1914年モスクワ絵画、彫刻建築学校で絵画を学び、1914年から1917年には、V. チャップリンの勧めで建築学科に進学し、建築実習生となる。1918年建築の学士を取得し、モスクワのアモ自動車工場で働き始めるが、10月革命後には、アレクセイシ修セフのもとで、 モスクワ再建計画に関わる。建築に携わった当初は古典的、保守的、アカデミズムという平凡なものであった。ロシア革命後も当初は建築家としてのメイリニコフには変化がなかったが、1923年モスクワで再度国立学校で建築学を履修した後に彼のスタイルは一変した。1923年前ロシア農業博覧会の マホルカパビリオンの設計を皮切りに、メイリニコフは斬新かつ革新的な設計プランを発表し、注目を集めるようになった。1924年レーニン病、1925年、パリ現代産業装飾芸術万国、博覧会ソ連パビリオンを発表し、特にパリのソ連パビリオンは世界的にも注目を浴びた。メイリニコフの建築は、 いずれの建築様式に分類することが難しい。実験した素材と形式に加え、機能に関する注意から、第一次世界大戦後のエーリヒメンデルゾーンやブルーノタウトなどのドイツ表現主義との類似性が指摘される。また、構成主義者ともみなされる。これは、ロシア構成主義の巨匠たるウラジーミルタトリンの影響や、ロシア革命後の建築に対して、 ソビエト的とも言うべき新たな社会的価値を創造しなければならないとするメイリニコフ自身の思想によるものである。メイリニコフが設計した数ある建築の中でも1929年に設計したメイリニコフの自邸は2つのシリンダーを接合した形状で六角形の窓が規則的に並んだファサードが特徴的である。このメーリニコフ邸の塔屋は六角形の レンガブロックによって構築されている。屋上は木製の格子で覆われている。1920年からは、モスクワ高等芸術技術工房で教育に従事。1930年代初頭からは、グリーンシティという大規模な都市計画コンペア案を発表。1933年には、ルコルビュージェ、ニース・ファンデル・ローエラと共に、第5回ミラノトリエンナーレの招待を受け参加する。 1933年には、モスクワ第7都市建築設計室主任建築士に就任したが、1937年、新聞や建築家同盟総会などで、形式主義的建築家として批判されるようになり、事実上、国内での建築設計業務を禁じられた。メイリニコフは、スターリンの大粛清を生き延びたが、その間メイリニコフは、自定に陰性同様に暮らし、 1967年のモントリオール博覧会のパビリオン設計を除いて、モスクワ高等芸術技術工房を呼び、モスクワ構造技術大学での教職に専念し、肖像画家として余生を過ごした。1965年、初の個展が開催されたことで名誉を回復し、1972年にはソビエト連邦名誉建築家の称号を授与されるが、 2年後の1974年11月28日に、逝去。メイリニコフの一子で画家のビクトル・コンスタンチノヴビッチ。メイリニコフは、自邸で暮らし、2006年2月に死去するまで自邸を、記念館として維持するため、当局や社会情勢と、古軍奮闘した。メイリニコフ邸には、メイリニコフに関係する多くの文書が残っている。2013年現在、 メイリニコフ邸の建っている場所が建築物を建ててはいけない干渉地帯に指定され取り壊しの危機にあり、署名活動等による保存運動が行われている。コンスタンチン・メイリニコフとウラジーミル・シューホフによるバフメイジェフスキーバスが0時の内装国内国外国内国外国内。ありがとうございます。